ははは、そういうことね。いやでもさすがにビビるな。いや怖いよな。でもなんか友達寝取られるか。てか寝取られる女ってガチでおるんやな。あ、いやおるか。噂には聞いとったけどやっぱりおるんやな。変な女やんなマジな。え、スケベな。あ、でも俺も寝取ったことあるわ。よう考えたらあるわ。俺も寝取ったことある。一回だけ、一回で買った Tinder で会った女で、なんかね、もう会った時からずっとなんか、俺、私彼氏おるけよ、みたいな。なそういうなんかその、セックスとかせんからみたいな感じで言われとって、うわ、もう外れや、みたいな感じで、なんでこいつ彼氏おるのに、なんかその Tinder とかやっとんとか思いながら、酒飲みやったら、なんかその飲み会中になんかその彼氏とその女が急に喧嘩始めて、俺抱けるっていう。めちゃめちゃラッキーやった、あれ。すんげえ気持ちよかった。競馬みたいな感じだったよ、気持ち。喧嘩がなんかヒートアップしてる間、電話でな、なんか、いけおえみたいな。彼氏おえ彼氏来ちゃう。なんか今めっちゃ怒られたんだけど、もう知らないとか言ったら、え、何があったん、話聞こっかみたいな。本気の話聞こか。ガチ話聞こかに気になったよ俺。え、今もしかして彼氏なんかあった。もうそっからもうパワープレイよ。もう懐かしいわ。2駅隣ぐらいのところに俺が住んどって、もう2駅歩いたもん、そっから話聞きながら。まあちょっとさ、外の風当たりながら喋ろうよとか言いながら、もう気づいたら家みたいな。え、なんかどこまで来とんこれみたいな。ああ、あそこ俺の家みたいな、どうするみたいな、ちょっと泊まってこうかみたいな、もう終電とかないしな、どうするみたいな感じで、もう懐かしいわ。でもあん時はすごいおもろかった。懐かしいわ。あれはでもなんかやっぱこういう経験あるからね、やっぱ女遊びとかしときゃいいよな、やっぱりな。そうだよ、何があるかわからないよほんまね。